なみにその日本国内でセキュリティ最強なのってどこなんですか、ね、最強の定義が分かんないですね。前回の IT 大臣のパソコン触れませんは最強ですよね。むしろ。〇〇のプロと行くゲーム散歩、今回はウォッチドックス2をホワイトハッカーとネットの専門家と一緒に見ていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずゲスト紹介の方をさせていただければと思うのですが、前回のタルコフ会にもご出演いただいた大佐さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、前回は元海外特殊部隊という肩書きでご出演いただいたのですが、本職というかそのメインはホワイトハッカーなんですよね。あ、はいそこら辺結構なんかすごい設定モリモリというレベルの感じなんですが、ハッカーの知識がすごいたくさんあるということで今回ご出演していただきます。はい、まあ、経歴としてっていう形だとそうですね。はい、なるほど、了解します。そして今回ネットの専門家として西村博之さんにもお越しいただいております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ネットの専門家って何ぞやって感じですけど、ね、そうですね、ちょっと僕もどう説明すればいいのかすいませんちょっとわからなくて、講義の意味でのネットの専門家という形にさせていただいたんですが、はい、わかりました、了解です。今は論客のイメージが僕の中ではありまして、でもなんか元々はエンジニアだったんですよね。そうですね、まあ、今でもコードはたまに書いてますけど、はい、そうなんですよ。なので、まあ、今回のゲームもそういうネット周りの用語とか技能とかがいろいろ出てきますので、そちらでいろいろお話できたらと思います。はい、分かりました。では早速ゲームの方やっていければと思います。我々からも質問するんですけど、随時ひろゆきさんからもハッキング周りで気になることあったら質問していただいたり、どしどし雑談をしていくという感じでやっていければと思います。わかりました。はい、今ゲーム画面がもう映ってると思うんですが、まず簡単にそのゲームの世界観の方を説明させていただきます。舞台はですね、2016年のサンフランシスコでして、街の安全性と効率性を高めるために都心インフラをネットワークでつなぐ最先端のオペレーティングシステムがあらゆるものに導入されている世界、つまりなんか IoT 化された世界っていうのが舞台になっています。で、今映ってる方が主人公なんですが、この方がそのオペレーティングシステムの一機能である犯罪予知機能に誤認されて、自分が犯罪者に仕立て上げられてしまったので、それのデータをデータセンターの方に侵入して改ざんしようっていうのが最初のストーリーとなります。で、この人が一応ハッカーなので、それでハッカーの機能を使ってどんどん侵入していくっていうゲームですね。まあ、あの映像的にはその走って建物に入っていくことになると思うんですけど、はい、実際そのハッカー的な仕事でリアル建物のサーバー入り込むことってそんなありますか？ないですね自分でやったりはないですね。基本的に軍関係だとそういう露覚だったりとか、相手側が持ってる PC とかっていうのを押収する側が押収した後に中の解析を行ったりとか、 USB にプログラムを仕込んでおいてそれを接触したりとかっていうような形なんで、このリアルでこんなミッションインポッシブルみたいな形のはないですねなんか映画でよく見るハッカーとかってこういうイメージなんですけど、それはないってことですね、意外と。いや、まああるかもしれないですけど、僕は分かんないです。ああ、なるほどなるほど。ちなみにその設定としては、この主人公そのフィジカルハッキングっていうのが得意という設定でして、もはやそのフィジカルハッキングっていう概念を初めて聞いたんですが、そういうのはそのハッカー用語としてあるんですかね。いや、分かんないですね。聞いたことはないですね。それはなんか物理的ななんかの、あ、でも多分その直接サーバー触れるんだったらシングルユーザーモードで再起動しちゃってルート取っちゃうとかっていう話じゃないですか。そうですね、まあ、何をもってフィジカルハッキングっていうのは、まあ、多分あのリアルキーボードとモニターさしてあの再起動すればまあフィジカルなんで多分そういうことなのかなゲーム的にはですね、まあ、リアルに挿して今本当に言った通りですね、うん、自分の PC とかデバイスにつなげてそれでハッキングとかデータ盗んだりっていうことをフィジカルハッキングって言ってます。なるほど。ってことはこの人はまあ技術力もさることながら、そういうスパイミッション的なものにそもそも長けてる人ってことですね。そうですね。今夜中にこんな入り方しないと思うけどな、まあ、本当に入らなきゃいけないとしたら多分出入りの業者の格好して昼入って、うん、でなんか KVM とか挿しちゃって Wi-Fi つなげるようにして外からやるとかになりません？現実に仮にじゃあ大佐がやれって言われたらどうやります？
まあ実際にやれって言われたら、それこそ今言ったように装ってっていうのは自分もそうだし、仲間もやっぱり関わってる出入りしてる業者っていうもの自体を調べるところからやっぱりどの道基本的には始めるので、それで成りすまして入って侵入する入り口を作ってっていう風な形にはなると思います。だってその屋上からドア開けて入ってとかって絶対セキュリティ引っかかるじゃないですか。そもそも今の企業たちってこんなガバガバではないですよね、セキュリティ的な意味で言うと。まあどうなんですかね、国によっては物理的なセキュリティ置いてないところもあるかもしれないですけど、そもそも最近だとそのちゃんと機密しっかりしてるとデータセンターの場所分かんなくしてますよね。そもそもたどり着くことすら困難っていう感じなんですかね。多分この子にデータセンターがあるだろうも分かんないだろうし、分かったとしてもそのじゃあどういうセキュリティがあるかとかもう分からないと思うので、やっぱ業者として入ってそのセキュリティの中身とか、だここに警備いるんだとか、あのじゃあ警備システムあのキーロックで ID カード盗めばいけるのか、なんかあの指紋見るタイプなのか交際見るタイプなのかとか、やっぱ一回ゴールのサーバーまでたどり着かないと計画立てれないと思うんですよね。その通りです。本職のいや、その通りです。 もしかしたら僕より詳しいかもしれない。いや、もういや、そんなやってないですけど。だからなんか外からやるパターンだ、企業に侵入するはありだと思うんですよ。あの企業ってその1階とかにセキュリティあるから、ビルの窓から入って中入ったらビルの一室のどっかにそのラックがあって、そこ入るとかだったらこの外から侵入するはありかなと思うんですけど、自分のデータがね保管されてるのがここっていうのもう分かってるわけですから。すごいですよね。確かにシステム設計かなりちゃんと把握してる人ですよね。物理で1箇所変えても絶対どっかにバックアップあるじゃないですか。だから侵入されたからバックアップから戻そうよねっていうのですぐ終わっちゃうと思うんですよね。確かに。もう序盤からなかなかちょっと厳しいものがあるんですが、ちょっとこの主人公のフィジカルハッキングの方ちょっと見ていただければと思います。お願いします。はい、今ちょっとドアの方が開かないので、なんかこういう端末がありまして、はいはい、でこれがなんかクローズネットワークのドアを解除っていう。いや、まずこんなところに絶対置かないですから。こんなクローズネットワークのドアの解除に。ちょっと実際に解除してみます。今これ何やってるのか僕ちょっとわからないんですけど、はい、何かを写真撮りましたね。写真撮った、はい、これなんか解釈できますかね。何かの写真を撮った。まあネット越しに暇人がいるんだったら端末とかメーカーとか調べて、その管理モードとかがあるかどうかとかを誰かに調べてもらうとかだったら写真撮るありかなと思いました。まあそうですね、そういうコミュニティでやって管理モード自体の ID パス変わってなかったりとかっていうのあったりすると思うんで、それで型番からこれやったらいけるよねっていう ID パスでっていうのはあり得るかもしれないですね。なるほどなるほど。なんかハッキングといえば古典的なイメージですけど、なんか暗い部屋でもパソコンカタ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 やってるイメージだったんですが、やってる人多分ほぼいないと思います。それもういないんですか、そういう人たちって。あんな雰囲気作ってる人多分いないですね。そもそもあの雰囲気普通で。大佐はスタバとかでなんかカタカタやったりするんですか。僕全然カフェとかで作業したりはありますので。はいはい、まあ、カフェとか満喫で、まあ、中に入らない時はもちろんありますけど、入らずそこだけオープン Wi-Fi 使ってとかっていうのはやっぱありますね。おー、あー、それオープン Wi-Fi を使うと自分のその出所がわからなくなる。もちろん監視カメラとかっていうのがあるんで、基本的には、はい、そこで作業してるのは誰だっていうのも、もちろん見たらわかるわけなんですけど、まあ、その監視カメラに映らないようにっていう、まあ、昔の話ですけど、そういうのはありましたね。で今無事ですね、あのデータセンターの方入りまして、まあ、ここからその自分のデータを消すっていうミッションをこなしていくんですが、まあ、今作ですねネットワークをこういうふうに可視化できまして、すごで、カメラをこうハッキングして間接的に PC からデータを盗むみたいな。カメラがネットワークに接続してるってことですかね。そうですね、内部ネットワークにつながってるカメラにハッキングして、そのカメラ経由でいろいろやりますよみたいな。そうですね。これってその実際のやり方としてはどうなんでしょう。あ、実際にやるというか、 なんかまずウイルスばらまく場合が多いですね。ただ基本的にそこから内部に接続するっていうよりは、まあ、最近やっぱ多いのは多分2016年ぐらいだったかな、未来とか
マルウェア系があって IoT 踏み台にしていろんなサーバーを攻撃するとかっていうのに、ね、使われるっていうのが多かったですね。まあ、それこそ DOS 攻撃用の形でなんか空いてるポートを自動で調べて、でそこでどん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 パケットだったりとかパスワードを自主攻撃として初期設定の自主攻撃っていう初期設定状態のままの自主攻撃みたいなバーってやって、で同じネットワークにつながってる IoT 機器も探して、でまたそこに対してまた自動でやってみたいな、オープンソースに確かどっかでなんか日本のアニメの名前の未来日記だったかなんかが名前の由来だったみたいな形で、確かロシアのやつなんですけど、そんな日本のアニメが貢献してるんですね結構有名になったと思います。日本のアニメが名前の由来で未来っていう名前をつけたっていう、はいはい、ああじゃあなんかあながちあり得るハッキングのやり方というか、まあ、事前準備がいっぱいいった上でだったらあり得る。なるほど、ですね。サーバータワーっていうところに来まして、まあ、いろいろサーバーがこう散らかってるんですが、僕サーバーのことちょっと詳しくは知らないんですけど、こういうものなんですかね、そのサーバー室というか。まともな器具だったらもっと綺麗に整頓してる気がしますちょっと散らかりすぎですかもっと多分冷房とかもちゃんと設備整えるですね、うん、ああなるほど、めっちゃ熱くなるからってことですね。ラック全部ぎっしり埋めることってそんなにないんですよね。ラックごとにその電源容量があるので、はいはい、割といいサーバー突っ込むと CPU もいいやつなので電源食っちゃうんで、はいはい、全部埋められなかったりするんですよね、うん、ああなるほどなるほど。あとまあ熱の問題とかもあるので、これ排熱がやばそうですよね、うん、結構間隔を空けたりするもんなんですかね。割と結局温度が上がると性能下がっちゃうんで、うんうん、無用なトラブルが、うんうん、昔はなんかこういう会社の一室とかで中小企業のネット屋さんとかがその余った PC とかガンガン詰め込んでやってるってこういうの見ましたけど、はい、最近だと基本的にもうどっかの一社のメーカーに全部バーって並べちゃうんで、その色とりどりのいろんな形のサーバーが一個のラックに詰まってるとあんま見ないですよね一応設定的には最先端企業ではあるんですが、サンフランシスコの絶対最先端じゃないですね絶対最先端ではないです、ね、あの平成で見かけた感じですよね。平和はそんなにみたいなこれだとじゃあ余ったのを寄せ集めて作ってみたいな、そんな感じに見えるってことですかね。いやーなんとも言えないですね。こうなんか余ったものを別に寄せてる感じでもないだろうし、はいはい、うん、例えばそのドライブ系が並んでるところとサーバー系が同じラックになってたりするんですけど、はいはい、普通だったらもうドライブ系はドライブ系でラック固めちゃうんですよね、うん、ちょっと左側にあの向けていただいて、左側下の方に多分あのハードディスクドライブが挿したり取ったりできるように、あ取ってみたいなのが6個ぐらいついてるのがあると思うんですけど、はいはい、銀の上ですね。なんかそこら辺が多分あのドライブ系だと思うんですけど、ドライブって壊れたりするのであの入れ替え差し替えしなきゃいけないので、そうするとドライブだけのラックとか作っといて上から何番目のがエラー出てるから変えてみたいにやると思うので、例えば通信系のそのルーターだけ入ってるラックとかサーバーだけ入ってるラックとかっていうので多分機能で分けた方が管理しやすいんですよね。あ確かにこれは確かに大変そうですね。なのでこれもそのなんかちょっとそのちゃんと運用してる人のセンスだとこういう作り方しないよねっていうあとその配線が前と後ろ両方使ってるじゃないですか、はいはい、その左側ってあのケーブル生えてないんで多分後ろ側に配線入ってると思うんですけど、電源とか LAN ケーブルとか、はい、でも右側のって配線前に出てるじゃないですか。まあ、なんかこれ統一してないのもなんかやる気が感じられないけど日当たりばったり感が多分めちゃめちゃ急いで作ったかですね。そんなにキャパがもはや下の方になんかペンツとか置いてありますからね、ノギスみたいなのもありますし片付けてないしね。今実はそのサーバータワーの方を停止させてまして、で実際にその自分のデータが保管されてる PC をいじろうとしてるんですが、 PC には保管されてないですよね。あ PC には保管されてないですよ。そっかそっか。これは何をやってるんだ、もはやコンソールがあるんですかね。そうですね、ここの端末へのアクセスキーを、まあ、今持ってるって感じですね。カードキーとかですかね。セキュリティルーターっていうところにアクセスが可能なので、これにアクセスするとですね、すげえこんなん見えるんだ。なんかパスワード的な感じでこう解いていくんですよ、ネットワークのセキュリティを。パズルっていうんですかね。今こんな感じで、ネットワークバイパスのノードを見つけるって左上の方に書いてあるんですが、
もはやちょっとこれが何やってるのかちょっと正直分かってなくて、いや、まあこのムーブが何を指してるのか分かんないですけど、はいはい、基本的に IP アドレスとか内部用のアドレスとか外部に公開するアドレスとかっていうのは全部分かれてるんで、はいはいはい、内部環境の中でどことどこがつながってどこがどこになってて、どれが基幹システムで管理権限はどれが持っててとかっていうのを確認してるのかな。あー、なるほど、それが表現なのか。いや、わかんないです。わかんない。で、今うまくそのつなげるとですね、回路みたいなのをで、これで本丸の PC みたいなのアクセスできまして、いや、なんか物理でデータセンターに入る方がデータ探すの難しいですよ。間違いなく。実際そういう事件とかってあったりするんですか、なんか侵入してなんかやったみたいなのって、まあ、いわゆるそのこのゲーム内でフィジカルハッキングをやった人みたいなのって現実世界にいたりするんですかね。聞かないっすよね。聞かないっすよね。物理的に侵入してってことですよね。はいはい。物理的にデータセンターでしょ。いや、多分データセンターに入るのが大変すぎてきついと思うんだよ。多分データセンターに入って証拠を残さないで出れるぐらい緩いとこだったらオンライン上で全部できると思う。そもそも確かに。ちなみにこの主人公はまあこのゴリゴリに潜入してみたいなことをやるわけですけど、まあ、大佐さんが過去やったことあるみたいな話でいくとどういうふうにやるのが普通なんですか、ハッキングというのは。多分ね、そのイメージされてるハッキングがどういうものを指してるかがわからないんですけど、はい、実際にミッションとして行ったものとかだったら、露獲した相手の PC の中のデータを解析するとかっていうのもハッキングの一つというかミッションの一つにはもちろんなりますし、はいはいはい、でその実際に例えば外部の監視カメラとかっていうの自体を使ってリアルタイムに例えばオペレーションを行う部隊がどこどこに進んでいくっていう風な時に、そこの位置関係にある、まあ、民間の会社と、その時はその会社のカメラシステムをハッキングしたとかではなく、そのカメラシステムの会社と連携しながら情報自体を取っていって、この経路には誰がおってっていうのをリアルタイムに追跡していったりとかっていうのが、まあ、やっぱスタート地点は多かったですね。あ、なるほどですね。支援任務みたいな感じですね。あとは実際露獲した相手のパソコンの中に削除されてたり暗号化されてたり、そこからどういうところとアクセスを取ってたかとかっていうふうなところを追いかけたりとか。あ、なるほどですね。今回のようなパターンだと個人情報のデータを消すなんですけど、多分ウェブ上でその個人情報を見たり登録したりがあるはずなんですよね。例えばじゃあライブドアのサービスですとかだと、そのなんかライブドアの ID 登録みたいな画面があって、で ID ログインしますと、でその後個人情報登録しますがあるので、はい、その ID 登録をするページっていうところが、まあ、あのどっかのサーバーにあるんですけど、でそこのサーバーに入って、じゃあそのスクリプトの中でデータベース呼び出してる部分っていうのを見て、でその内部ネットワークのデータベースのここを呼び出してるんだっていうのが分かって、じゃあ今度はそのデータベース自体にどうやってアクセスしてるかっていうのが、でそのスクリプト自体がそのデータベースにアクセスしてこういうデータを抜いてくるとか持ってくるっていうのがその書いてあるんで、スクリプト自体に。なのでそのスクリプトのふりをしてデータベースに触って削除したりとか、あの編集したりっていうのをやるのが多分一番楽だと思うんですよね。データセンターに入ってもそのどのサーバーか何の機能を持ってるサーバーか分かんないんで、見ても分かんないじゃないですか。だからそのもう物理的に全部つないで、あ、これはこういう機能かって言ったら切れないんで、入ること自体が無意味な気がするんですよね。脆弱性探してとか、実際にアクセスして最終的に FTP でファイルごと送るとか、うん、SQL にインジェクションないか探してとか、うん、まあ、本当に今言われてたような感じが一応楽ではありますね。そうですね。だからなんかあのパスワード再送とか、あのセブンペイがやらかしたやつが、そのパスワード再送に本人とは違うメールアドレスを入れてもパスワードが遅れてしまうっていうバグがあって、はいはいはい、でああいうのを使うと、じゃあその誰かのメールアドレス、じゃあこの人の ID とパスっていうので、でパスワードの再送を僕がでっち上げたパスワードの再送先に送り込むと、そこでパスワード来るじゃないですか、うんうん、っていうのができちゃったっていうのがセブンペイのやつで、ああいう形でそのパスワード再送周りとかって結構緩いんですよね。その名前入れて誕生日入れてくださいとかで、誕生日入れるんだったら365通りでもどれか当たるじゃないですか。なので相手の名前が分かってて誕生日っていうのがセキュリティだと、もうほぼ空き放題。でそのじゃあメールアドレスを入れてくださいとかで、そのなんかマイクロソフトとかだと、あの再送用のメールアドレスを自分で入力するなんですけど、で大方多くの人って そのなんかそこに Gmail の設定してあるんですけど、なんか Twitter やってる人とかって個人のプロフィール見ると、あのそこにメールアドレス書いてあったりすることあるんですよね。そうですね。なので、あ、じゃあこのメールアドレスじゃん、これ@Gmail だからっていうので入れると合ってましたとかもあったりするので、
あ、そういうところを狙っていくとウェブは割と落としやすいんじゃないかなと思いますけど、結構具体的な話になっちゃったんですけど、これ大丈夫ですか？でも名前のアルファベット、名字のアルファベットで1900何年から最近生まれたで0101から12月31までっていうものの組み合わせを全部組み合わせリスト作ってでバーって回転させるだけでいけちゃうんで、あの名前生まれ年とか名前誕生日の人多いですよね。多いです。確かにやりがちかもしれないですね。調べたかったら出回ってるかどうかとかっていうのはあのオシントっていうツール、まあ、オープンソースインテリジェンスの略なんですけど、オシントっていうのでいろいろツールがあるんで、そこで自分のメールアドレスパチッと入れて検索ってやったら流出してるかどうか分かりますよ、ある程度は。これはぜひやった方がいいです、ね。うん、この動画を見た後に皆さんちょっとやってみてください。結構流出してますから、結構流出してると思います。ここで改めて一つ注意しておいた方がいいと思うのは、この動画はハッキングをするためのものじゃなくて、ハッキングに気をつけてくださいねという意図でこういうお話をしておりますと。そうですね、確かに。今の話の仕方だったら、ほら気をつけてくださいねっていうところで、うん、そうですね、大丈夫だと思います。 そうですね、そこだけ皆さん誤解しないようによろしくお願いいたします。いや大丈夫です、はい、ちなみにハッキングの勉強とかってどういうふうにしていくものなんですか？プログラミングの延長線上にあるものなんですか？独学しかないと思います。てかみんな独学だと思います。あ、なるほど。まあそういう教室も絶対あるわけないですもんね。誰かが教えてくれてる情報ってどうせ古いんで、あーなるほどなるほど。自分でどんどん最先端を行くわけですね。まあ、最先端を何をもって最先端っていうかは分からないですけど、はい、こういうやり方やったらこうなるよねっていうのの繰り返しにしか過ぎないんで、それをただ試行回数が多いかどうかの問題だと思います、うん、さっきの名前と誕生日の組み合わせみたいな感じで、なんていうかすごい技術的に高度というよりもうっかりやっちゃうみたいなところつくのが重要だったりするんですか？基本的には人間なんで、ミスは人間が起こすので、はい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 、さっき言ったそのメールの再送信のやつもメールの再送信にパスワードを書き換えれてしまう機能を載せてしまった人間なんで、うーん、別にコンピューター悪くないんですよ、うん、そうですね、人間が弱点なんですよもうすでに。コンピューターは悪くないです、まあ、大体どれも人間はどういうミスを犯すのかっていうのを考えるとそういう思考に生きやすいですよね、うん、レッドチームブルーチームっていうのがあって、レッドチームっていうのは攻撃側のマインドになりきるんですよ、まあ、よくアメリカの方とかだとそれをテロの対策とかでそういうチーム組成っていうのをもともとやってたものがサイバーセキュリティの分野にも応用されて、日本にも最近多分そういう概念が入ってきてるのかなとは思いますけど、ブルーチームっていうのが国境警備隊とか守備隊とかあの守る側のチーム組成 でそこが適切に守れているか、思考の漏れがないかっていうのを確認するテロリスト役がチームを作って、で攻撃側になりきっていろいろアクションを想定して行っていくっていう、で攻撃側が優秀じゃないと防御側がヘボいって分かんないんで、だからそういう意味で攻撃側の視点を持ったまともな人っていうのが需要が上がってるんじゃないかなとは思います。なるほど。どうやってなるかだと、やっぱそのある程度システムを作る側をやってた方が分かりやすい気がするんですよね。絶対そうです。その、まあ、SQL インジェクションとかって、じゃあその SQL でこれ入れたら通るんじゃねっていうのって、データベース作ってる人だと、こういう記号のあのエスケープ忘れてると通っちゃうよねみたいなのを知ってたりするので、試してみたら通っちゃったとか、最近だとあの ID 関係周りとかで、そのログイン情報をいちいちデータベースに問い合わせていくと、データベースの負荷が上がっちゃうので、その仮に OK っていう、その仮記号をクッキーに食わせるみたいなのがあるんですけど、でその仮の記号を持ってる人はもうデータベース承認済みなので安全な人って見なされるんですけど、設計者がバカだとそこの ID を使ってそもそもログインした ID と違う ID とその仮 OK を使うと通れちゃったりするんですよね、うん、っていうのがその設計自体が間違って作っちゃってるっていうのも、結構その設計を作る人と設計した人のチェックをする人の2人がいないと分かんなかったりするので、うん、で今までそう攻撃されたことないからアホな設計のままずっと動いてるっていうのもあったりするのでなのでどうやってシステム作るかを知ってた方が入る道は分かりやすいんじゃないかなと思いますけど、一応もう一回言いますけど、あのハッカー養成するための動画でもないので一応そこだけ皆さん誤解なさらないと、ホワイトのハッカーは増えていいと思いますけどね。そうですね、うん、今サイバーセキュリティとかいろいろ問題になってるので、まあ、ホワイトのハッカーに皆さんちょっとなっていただければ、なっていただきたい、はい、いやそうです、まあ、でも大佐もそうですけど、怖
ホワイトになれないよ。まあ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 そうですね、まあ、難しいところですね。多分そのホワイトハッカーに最初からなる人って普通のエンジニアになって会社に就職しちゃうと思うんで、確かに、うん、システムに入り込みますみたいな技術って基本食えないじゃないですか。で実績もない状態で俺これできるんですって言っても信用されないんで、でそのまあ働きたくてやるんだったらじゃあ普通にそのシステムをクラックするんじゃなくてシステム作る仕事やればいくらでもいい給料もらえるじゃないですか。だからなんか最初からホワイトハッカーになりたくてなった人っているのかなって気がするんですけど。どうなんですかね会社さん、それは。いやいないかもしんないですね。そうなるあ、それさっきレッドチームとブルーチームって話ありましたけど、防御側がやることってどういうことになるんですかね、はい、まあ、例えばセキュリティ対策とかだったら攻撃を検知して集計して、例えばハニーポット設定するとかもそうだし、ハニーポットっていうのはその本間っぽい環境を作ってて、そこに入ってきたアクセスが抜けていった時に、まあ、トレースするとかログを全部取っておくとか、はいはいはい、攻撃されやすいような場所を作っといて本物を守るみたいな感じの、詳しくよく見ると早いんですけど、はいはいはい、なんというかそういう検知の力を上げていくっていうのが守り側としては重要なんですか、ね、まあ、検知は一つですね、うん、まあ、もちろん入られないように設計するのももちろんそうだし、はいはい、その未知のセキュリティホールとかで攻められるともうどうしようもないですよね、守り側は。どうしようもないです、うん、定期的なチェックしかないと思います。定期的なチェックでもその基地になって、要はあのこういうセキュリティがあるよってニュースが出てすげえ早く対応する人たちは全然いっぱいいると思うんですけど、最初にそれ見つけたやつが悪いやつだともうどうしようもないじゃないですか。そうですね、まあ、アップデートもゼロデイアタックするんで、アップデートこんなやつありましたよ、直してなかった、そこを狙うみたいな。はいはいはい、システムのそのなんか 100% 安全なものってもう作れないんじゃないかなと思ってるんですけど、うん、うん、まあ、ライブラリも増えまくってるし、その、うん、実際にシステムを作る上でいろいろなものをこう組み合わせながら作っていくことが多いんですけど、その組み合わせるものの一つが古くて脆弱性があってみたいなのがやっぱりホールになりやすいので、うん、昔作った完全に大丈夫なやつとかで、まあ、ほぼそのライブラリも使ってませんみたいなのがあれば、それを同じまま動かすなら大丈夫かもしれないですけど、まあ、大体サービスってそのアップデートして、じゃあスマホ対応しますとか、じゃあそのマイナンバーとかで API 作りますとか、なんかいろんなもの要求されて新しくいろいろ作るじゃないですか。だから必ず穴作られると思うんですよね、どっかに。うん、絶対できると思います。ちなみにその日本国内でセキュリティ最強なのってどこなんですかね。最強の定義が分かんないですね。なんか大工とかであのパソコン触りませんとか超最強だと思いますけどね。データ持ってないとかね。前回の IT 大臣のパソコン触れませんは最強ですよね。むしろあ最強の IT 大臣だったんです。あとなんか最近でそういう守りじゃないですけど、ちょっと面白いなって思う会社がなんかアメリカにあって、まあこれはウイルスっていうところだけでなんですけど、コードをどれも大体少しは転用したりするんで、それを DNA みたいな形で認識して機械学習して遺伝的アルゴリズム組んで、実際に次の進化はこういう風になりそうだとか、今アクセスしてきてるウイルスの動きはこうなってみたいな企業がアメリカにできてて、これは面白いなって、頭いいなって。はいはい、なんか遺伝子どっからお金取るんですかそれ。いや、なんかスタートアップとして純粋に資金調達して今プロダクト頑張って開発してて、あとはあの他の企業に対してそれで作った想定ウイルス対策ソフトじゃないですけど、今のあなたたちの環境に対してこういう未知のウイルスみたいなものがアタックだったり攻撃だったり侵入みたいなものを試みた時に今の仕組みでそれを防げるのかみたいな形のツールにして売ってました、ね、それとあれですね、今あるウイルスの進化の仕方みたいなのを、まあ、学習させて未来こんなウイルスできるだろうみたいなのを仮想で作って、それに対して対策するみたいな、そういうこと。あ、そうです、そうです。あ、それ面白いなと思って、まあ、とはいえクリックさせたり結局入り口は人間なんですけどね。やっぱり一番攻めるべきはやっぱ人間のミスだ、ね、人間です、人間です。アンチウイルスソフト屋さんとかって絶対ウイルスばらまいてる仕事をしてる人いるんだろうなって僕は見てますけどね。なんか薬のワクチンの都市伝説的なところにも近い、うん、ウイルスばらまくのって後ついちゃいますけど、リアルウイルスね、コロナウイルスみたいな、うんうん、そのコンピューターウイルス作ってばらまくのってバレないようにやるの簡単じゃないですか。ですね。で、そのアンチウイルスソフトって世界中ですげえ売り上げがあるので、うん、
だからなんか何人かそういうのやっとっといてやるっていうのを定期的にやったら、あの基本的に儲かるじゃないですか。だからなんかやらない理由がないんじゃないかなっていう気がするんですよね。絶対やってると思います。うん、闇深いっすね。あのマイクロソフトディフェンダーとか、そのマイクロソフトってウイルスソフトで稼ごうとしてないじゃないですか、うん、なのでそういう意味で僕マイクロソフトディフェンダーにみんな頼るようにした方がいい気がするんですよね。ああ、その有料のウイルスソフトっていうのを売ってる限り、やっぱその会社って儲かるじゃないですか、うん、ウイルスが出続ける限り。そうです。でもマイクロソフトって別にウイルス出ようが出まいが売り上げ変わんないので、うんうん、だからなんかそのウイルスソフトを買うという行為自体が実はウイルスを増やす行為に加担してるんじゃないかなって構造的にそんな気がするんですよ。やってるとは言ってないですよ。真実はちょっとわからないですけど、確かに理論的にはそう考えられなくもないんですよ、うん、なので僕はマイクロソフトディフェンダーでいいんじゃねえ派なんですよ。あ、でも 今流れてた PV めちゃいい言葉書いてたんですけど、はい、あなたには価値がない、あなたが持つデータほどにはっていうのを書いてて、うん、今なんかめっちゃいいこと書いてんなっていうのをなんかふと思ったっすね。すいません。それはどこら辺に感染したんですか？いやいや、なんかこう結局自分が普段生活する中で垂れ流しまくってるデータって誰かがめっちゃ価値に変えてるよねっていうのを認識しましょうっていうメッセージなんかなっていう、うんうん、まあ、Google とかそれで儲けてますからね。もうなんだろう、これの仮想的のそのでっかい企業って Google のことなんじゃないかっていう。ちなみにですね、今実はチュートリアルが終わったのですが、はい、この後ですね、ヌードルという企業がこのゲーム内ありまして。ヌードル、はい、ヌードルですね。で、これが実はですね、まあ、サービス的には、地図サービスと検索エンジンを提供している会社で、サンフランシスコのシリコンバレーにある会社という設定なので、ちょっと、まあ、似たような感じがあるんです。訴えられたら負けるんじゃないですか。そうですね、ちょっと実際に行ってみたいと思います。